こんばんは、ペンタです。前回ね、混沌のなんとかを、まあ、ようやく、もう散々ぶち殺されたんだけど、ようやく、倒して、やっと次のステージだ。いやー、嬉しいね。で、次は巨人墓場っていうところに行くんだけど、まあ、ちょっと動画にするより前に、なんとか、いやーもうちょっと忘れちゃったけど、なんとか遺跡じゃなくてなんだっけな。それコロンド遺跡だな。あ、違う。地下墓地っていうところをなんかスケルトン、骸骨の敵がいっぱい出てくるとこ、クリアしてるんで、まあ、その先に、向かおうぜと。向かおうぜという話だったはず。俺、あれだ。前回トルネシ。ぶちのめされた、なんだっけ。デーモンのところまだ通ってないから、ちょっとそこまでは行かなきゃ、これどうやって戻るんだ、これ。じゃあ一回こっち戻るか。こっちへ戻ろう。よし、一旦転送で戻ってきて、こっからちょっとデーモンにリベンジしていこうかな。武器は変えよう。通貝に変えていこう。どっちから行くんだっけな。こんなところから行くのは久しぶりさ。あー、こっちだね。なんかよくこの辺を通って向かってた気がするわ。お前らはもうワンパンって決まってんだよ。残念だったな。まあもうボスは倒したんで絶対行かなきゃいけないってわけじゃないんだけど、まあ俺が使ってるあの槍を強化してるのに、できればデーモンは倒しておきたいんだよね。それが強化ストアになってることが多いんで。あー、あった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 。さあ、勝負だ。通らしてもらおう。通らしてもらおうか。こいつがなあ、バカ強えんだよな。お、いいとこに、位置取ったぞ。はい。さて、やべ、つかみあるの。はあ、瞬殺。マジで？俺の限界かな。まあいいや。ってなわけで、果たしてもらいますよ。一発目は飛んでくるやつはまあうまく避けて、後ろに回り込んでからどうすっかな。うまく避けてって言ったばっかじゃん。まあ別にまだ焦る体力じゃねえ。オッケーオッケー。立って、うえ、おー、危ねえ。縦受け使う暇ねえな。ほいほい。強すぎる、強すぎるんだって。さあ、何度でも来るぜ、俺は。諦めないぜ。勝負しましょうや。問題はあいつのこのワンパン攻撃をどうするかなんだよね。お、いきなり来るか。OK。二撃目は。一撃目ぐらいは縦受けしていこうか。いきなり食わらすね。おっと。そりゃ不安だね。エストビア節約してまずい。は？いや、リーチがおかしい。リーチがおかしいよ。
くんなっつうの、あいつ。よし、行くぞ。ちょっともうそろそろ苦手克服というところでもね、勝たねえとな。ただ、ここにセットされてるこいつはマジで硬い。本気でやばい。は？いや、何でしょう。そんなんでね、帰れるわけがない。バグった。危ねえ。そんな手たらくでも帰れるわけがない。勝負だ。怖えよ。だよ、焦んな。別にいいんだよ。致命傷さえ食らなきゃいいんだよ。こっちのもんだ。オッケー。まずは冷静に。そう、リーチが長いから、しっかりと距離を取って。しっかりと距離を取る。割られたけど、別に構うな。構うな。オッケーオッケー。かわせるかわせる。じっくり行こう、じっくり。おっと。ここはチャンスじゃない？早いなぁ。危ね。ここは飲む。ここは飲んで。問題はこいつの、ダメージの食らわなさだ。まずい。落ち着け。いけるいける。やばい。タイミングミスった。おお、なんだそのモーションは。くっそ。俺こいつ誰だ、ほんと。あそこは落下もあるから非常に戦いづらいんだよね。非常に戦いづらい。さあ帰ってきました。もう勝たしてください。もう行かしてください。その先に何かがあるのは知ってんだ。明らかに何かがあるように作られていくからな。プラスこいつから回収しなきゃいけねえしな。おっと、ほんとタイミングが分かんない。マジタイミングが分からん。あぶねえ。よっしゃ。距離あるから怖えな。っていうかもうこの段階でこの数回るか。別に、この周りでいきゃ。お、そうか、ひるんでくれんね。逃げ切りひるむな。あー、ガード貫通ね。いやー、ここで使うのは怖いか。距離取る。バリッバリに距離取る。移動は早くねえからな。オッケー、いくらね、ガード貫通といえば、まずい。間に合う。おー、おー、おい。連打がすごいね。強いな。近づきたい。ここかな。サイコパス。オッケー。昼間連回。もう一発。昼んだ。いや、合流して。あぶねえ。ここはもう飲んでこ。早いな。手が早いけど。これ昼でしょ。はあ、やっちまった。すげえな。ねえなあ。いやー、でもだんだん慣れてきたんじゃない。よし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 、もうあと10回ぐらいいけば勝てるでしょ。多いなって感じだけど、もうかれこれ1時間ぐらいやられっぱなし。まだ30分ぐらいかな。
まあでもいいや、剣で対抗できるって分かったし、まああと倒すだけだわ。別に何ら問題はない。ただ縦受けをしなきゃいけないからな。2発でひるむってのだけをよく頭に覚えておけば、そこそこいい戦いができそうだな。いや、いつまでも負けてるわけにはいかん。なんとしてでも倒す。もう俺が成長しない限りもう勝てないからな、あいつには。レベルは結構正直上がってるから、まあ、操作してるやつが下手くそなんだよね、純粋に。まあでも言ってもね、ゴリ押しで戦うしかないでしょ。回復は一回使っておこうか。まあとりあえずマックスをキープして。ただな、ガードブレイクが怖いな。さあ今回、まあなるべく避けたいんだけど、落下も怖いし、タイミング未だによく分かんないし、どう来ますか。おお、ここは自分ありったわ、かわせるな。まずい、それだ。いやー動けねえ。キッチー相変わらず回転したんだね。あ、まあまあ別にこれでいいんだけど、しっかりスタミナを回復して体験の攻撃力で攻める。言ったそばから攻撃早すぎんだよね。おお、超危ないよ。いける。おっと危ない。ひるんでくれ、そろそろ。長えよ。おっと、そらかも、そらかも。汚ねー、マジで。はい、おお、いいね。あぶねー、まだあんの。三撃目も、あーつえ。あ、しかも死んでなかったんかい。負けまくっているので、ちょっと調べたところ、一回デーモンの後ろを通り抜けて、ショートカットを開通できるらしいんだよ。だからちょっとそっちから先やろうかな。あのデーモンは結構体力も強く設定されてるらしいから、なかなか厳しい戦いになるな。まずはショートカットを開通させていこう。で、物理耐久が高いらしいんで、まあ相性がいいのか悪いのかよくわかんないけど、属性武器俺雷しか持ってないから、ちょっとまあ雷に変えていこう。このいつもの槍でね、倒していこうかな。ひとまず通り抜ける方法を考えるか。とりあえずまっすぐ一直線に行って通り抜ければそれで OK なんだけど、果たしてそううまくいくか。どう出る、ジャンプ攻撃で来るか。やべ、なんかその木につまずいた。危ね、まあいいや、もう通り抜けじゃん。追っかけられてるけどいいや。まずはショートカットを開通させることを考えよう。やべえ、なんか光ってる。結晶トカゲか、欲しいです。やーべえ、早いね。耐久値も結構あるな。よーし、こらでかい。うんー、待って、あ、ソラールだね。ソラールは敵対とかはしてないから大丈夫なはずだよな。で、あそこにかがり火あるか。まあ、いや、ショートカット開通させてもらおうか。虫湧いてんな。
なんか来た。おい、どうした？なんだなんだ？おう。やべやべやべ、マジ？なんでお前俺のこと攻撃してんの？おかしいでしょ。一緒に戦ってきたでしょ。バカ野郎。なんかめっちゃ喘いでる。めっちゃ喘いでる。なんか頭に変なのついてんな。なんかトゲみたいなのついてる。それはお前の装備じゃないはずだが。なんだなんだなんだ。俺は何もしてねえぞ。こいつ、いいやつだと思ってたのにな。なんで女俺のこと攻撃してんだよ。待て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 。やりたくない。やりたくないぞ。どうすればいいんだ、俺は。めっちゃ攻撃してる。もうやる気満々だ、こいつマジで。嘘だろ？そらある。そらないぜ。なんだろうな。なんか、取り憑かれてる系なのか。くっそー。やるしかないのか。ああ。わかったよ。こうなったら、やるしかないわけだな。やるしかないんだな。お、強え。結構強えぞ。しかも動きも早いな。そこそこ強えじゃねえか、お前。いつもボスの時に呼ぶ時、そんな強くないだろ、いつも。しかも結構動きが早いんだよね。この辺どうするかな。ラッキー。やーべえ、マジでソラールと戦うことになってしまったか。なんでだよ。何を考えてんだ。何を考えてんだお前は。おい、黙って太陽を探してればいいものを。アホ。お、あと一撃死んじまうぞ。じゃあな。俺が死んだら一緒に太陽探してあげるよ。悲しすぎるだろこれは。もうなんで攻撃されたかもわかんねえけど。形見をもらっていくよ。人間性。お、太陽の剣、太陽の盾、太陽のタリスマン、鉄の兜、太陽印の鎧、鉄の腕輪、鉄の装甲。はぁ、あ、ソラール、かよ。なんてこった。とりあえずいいじゃん。このお前の肩身の太陽のタリスマン使わせてもらうよ。なんか太陽の剣っていうのもあったな。太陽の直剣だっけ。どこにあんだろう。あった。めっちゃ弱えな。うわー、マジショックだわ。うわー、ありえねえよあいつ。なんで急に虫湧きすぎだろ。なんで急に裏切ってきたんだよ。太陽虫。お、
ここでショートカットってことか。うわー、なんかこっち側にも虫めっちゃいるし。あれ、デーモン遺跡まで来ちゃった。デーモン遺跡まで来てしまった。ん？こんなに、こんなに、戻ってきて大丈夫か？めっちゃ逃げるじゃん。この近くにかがり火あったかな？なんかショートカットだけど、ショートカットではあるけど、別にかがり火から近くなくね？おう。全然近くねえよ、方向。かがり火遠いぜ、絶対。違うかな？こっちにあったっけな？ちょっと記憶が定かではないが、こっちにかがり火があったような、なかったような。あー、ここか。確かにここにセットしとけば安全に来れるっちゃ来れるね。あー、まさかのショートカット開通しに行ったら戦友を殺すはめになったという。ちょっと言葉が出ないけど、まあデーモンはちょっと次ぶっ倒すかぶっ倒さないか考えときます。ちょっとまたもうちょっと強くなってから来るかもしれん。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。